はい、日本代表、サッカー日本代表なんですけれども、ですね、カタールワールドカップのアジア最終予選をやってまして、まあ、サウジアラビアにね、まあ、今日のね、深夜2時から4時くらいまでやってたんですけれども、まあ、敗戦してね、まあ、柴崎の思いっきり敵にアシストするようなね、パスを出してしまったので、まあ、それでね、負けてしまったんですけどね、案の定ね、セルジオが怒ってるだろうなと思ったら、まあね、案の定、3記事くらい、ヤフーでね、検索すると出てくるんですけども、そのうちの2つぐらいをね、今日はね、紹介しようかと思って、まあ、それにね、ついて感想を述べていこうと思います。まあ、ね、サッカー解説者のセルジオさんが、自身の YouTube チャンネルで生配信を行い、敗れた日本に辛口の批判を、まあ、辛口とか言ってるけどね、ただのあれですよ、俺らのね、感想と変わんないっすよ。辛口とかじゃないっすよ、本当にね。辛口ってのとかずっと使ってるけどね、ただのね、なんていうのかな、こう、普通の一般人の感想と変わらないですね、この方は。と思いますよ、俺はね。一生、まあね、柴崎のバックパスが吉田麻也に通らず、まあ単純にこうスルーパスみたいな感じで思いっきり裏に抜けるようなね、こうパスをね出してしまったんですけども、まあ自分もね理解に苦しむ感じですね。動画の方はね、スポーツナビとかに載ってるんですけど、なんだ今のバックパス、ありえない、あのバックパスとご立腹、柴崎にアシストつくのこれ。うん、冗談についていけないで、松木さんも冗談についていけない。まあね、この、ただ、もう、こんなんね、記事と言えるんですかね。まあ、よくわかんないですけどね。まあ、ちょっとね、みんなの感想などを見ますけど。まあ、これでね、森保監督解任するんじゃないですかね。あまりにもひどいんで、次に、11日ぐらいですかね、忘れちゃったんですけど、オーストラリア戦がホームであるんで、それは地上波でやるんで、まあその結果、もうその結果いかんにもかかわらず、この調子だと多分なんていうのかな、負けそう。オーストラリアにも負けてそのまま解任されそうな勢いですからね、反町さんがなるんじゃないですかね、と思いますよ。森保監督に問題がありすぎるのは五輪で証明されている。特にパスがつながらず、不用意なパスが相手チャンスになるのも五輪と全く同じ。予選敗退まで監督を変えないのだろうか。いや、単純にあれじゃないですかね。もうワールドカップかなり厳しいと思いますよ。カタール出れないんじゃないですかね。50-50で出れないような気がしますよ、俺は。単純にオマーンに負けたのがありえないですからね。ホームですよ、あれはね。変わらないリスク、周りは日々研究し、進化し、日本だけ取り残されている。単純に、もうアジアの全国が打倒日本みたいな感じになってるから、やばいですよね。システム固定、メンバー固定の現状では、枯れていく未来しかない。若手にこだわる必要はないし、代表の経験もいらない。監督や選手選考も含めて抜本的な見直しを一試合でも早く行う必要がある。ファンは嫌でも森保をしぶしぶ信じて今までやってきているのに、この試合は国を代表するレベルじゃない。うん。また生卵とか言ってるけどね、生卵持ってる状態で目の前、森保が歩いてたら何パーセントの人間は投げつけるかな。まあ、あれですよね、サッカーファンで血の気の多い人とかいますからね。なんだ今のバックパス、ありえないよ、あのバックパス。観戦してた人はみんな同じようなことを思ったと思います。俺も動画見たけど、もうひどいですね。もう本当にどうしようもないですね。レガネスでね、わりかしそんなに不調ってわけじゃないんですけどね、柴崎も。後半に入ってからすぐから柴崎のボールロストが目についてたから、私のような素人でも早く交代しないと致命傷になると思っていた。森保監督って本当に決断力がなさすぎ。うん。セルジーの苦言ですら甘い。うん。南米なら負ければ実況は解説陣らも露骨な監督、選手への批判。まあ、ここは南米じゃないんでね。まあ、一応文化とかいろいろありますけど。南米の選手たちは、まあ、負ければ国旗。まあ、なんていうのかな。南米はあれですよね。普通にピストルとかで撃たれちゃう。とか、ありうりますからね。ありえますからね。
ドーハの悲劇が風化してしまったように感じる。解説の水沼も宮本もアナウンサーでさえ交代の選手柴崎じゃないんだ。はてなはてなはてなってなってたさ。まあ前半がひどかったんでもうやっぱ田中もう柴崎いらないんじゃないですかね。田中でいいんじゃないですかね。田中あれかもうベルギーで森岡とかベルギーでそれなりに頑張ってる。もう使うしかないんじゃないですかね。柴崎のバックパスは歴代級のミスだけど、うん、前半から彼のロストやパスミスでやられる予兆はいくらでもあった。単純にコンディション不足なんですかね。なんていうのか、代表の試合って移動距離が長いんで、やっぱそれとかいろいろありますからね。俺らわかんないじゃないですか、その合宿直接。合宿直接見てるわけじゃないですからね。やっぱりその移動距離で疲れてんなとか、そういうのはね、横内さんとか、森保さんとか、その合宿を直接見てね、決めるべきなんですけど、どうなったんですかね。大体合宿は、大方非公開ですからね。別にバックパスだけじゃなくて、いろいろ問題ある。フォメはどんな時も4231。ザックっぽいですね。ザックもずっと4231だったんですけど、大体ね。343やろうとして、なかなか噛み合わず失敗しましたけども。使う選手も何の意図があるのか不明。機能しない交代策、そして何よりも全て選手任せで具体的な策が一つもないのが丸分かりなのがやばい。まあザックよりひどいですよね。まあザックはいろいろやってましたからね。悪い流れですよね。最終予選のホーム初戦の負けがボディーブローのようにじわじわと効いて悪い方向に向かったままです。まあ単純にね、出花をくじかえるというか、初戦があれですからね。単純に、あれで、ホームですからね。しかも、オマーンですよ。うん。もはや、霞がある前が見えない状況。もう単純にもう、反町。まあ、苦肉の策で反町さんになるんじゃないですかね。もうそれ以外、もう自分もないなと思ってます。岡田さんとかやらないし、西野さんとかも絶望でしょうし。今やってる、J のね、監督やってる、ね、鬼木さんとか、長谷川さんとかは無理でしょうしね。まあ、セルジオさん。まあ、もうなんか、たくさん書いてるんですよね。ワールドカップ最終予選で2敗目を喫した。これはあれですね、こう、生の。そのセルジオさんが書いた記事なんですけどね。アウェー戦だからなのか、日本は立ち上がり守備重視のゲームプランで入ったように見えた。単純にね、もうアジア、大体ドン引きってわけじゃないですけど、基本的にカウンター重視のチームが多いですからね、アジアは。だから、ね、いつも通りサイドからの攻撃を、必要にやらないと結構厳しいですよね。カウンターから大迫や浅野がチャンスを作り出した。でもゴールを決める選手がいない。なんだろう、監督変わったら鈴木優馬とか呼ばれるのかな。攻撃に連続性や継続性がなかった。うん。とかね、まあ、単純にミス一発で決まったってイメージですね。うん、まあ言ってますよね。前半から柴崎が良くなかったと。柴崎自身も自陣の深い位置で股抜きをしようとしてボールを下ろすとした。相手に狙われていたのもあったし、疲労のせいで判断も鈍っていたかもしれないね。まあ、セルジーの言い分にしてはこうあれだよね。こうなんていうの、語り口が優しいような気がしますけど。うん、実際は生放送で激怒っていうね。失点した後に柴崎に代えて森田を投入したけど、これって監督は自分の采配ミスと言ってるようなもんでしょ。うん。まあ、得点が取れない攻撃面にあるし、そもそも五輪の決勝トーナメント以降、森保ジャパンはほとんど流れから点が取れていない。もちろんセットプレーでも取れていない。ディフェンシブなサッカーを続けたらこういう展開になるのは目に見えてる。まあ、あれだ、ザックに帰ってもらうしかないのかな。ザック来るかな。もう、さすがにザックないよな。もう、ヨセを送ってるからな、イタリアで。
もうナユとか古橋出せばよかったよな。 別に負けたこと、まあこれもちょっと見るか。もう10分経っちゃったけど、もうそろそろ終わりにしないといけない。別に負けたことに驚きは一つもない。むしろ当たった、やっぱりなという感じ。五輪兼任までさせて、五輪兼任させたのもあれだな、大失敗だったのかな。うん、田島会長はどうするの。あ、その田島言ってるけどね、田島、それから反町技術委員長、彼らの責任はどうするんですかね。一番の問題は田島会長なんだろうね。まあ、あとあれですよ、反町技術委員長も責任問われるべきだと思いますよ。ハリルホジッチの時はあっさり解任させたのに、森保は何の実績も残していないのに続投。外国人監督だったらサウジに負けた時点で更迭じゃないの。まあそうですね。最終予選で3戦ですでに2敗はドーハ時代から過去最悪。本当ですよ、俺は見たことないですからね。フランスの時のカモ監督の時でさえ1勝1敗1分だったはず。まあ相当昔ですね。この時にカモ監督は解任されてあれですね、その後第一次岡田政権、第一次岡田政権っていうのもあれですけど、岡田さんがね初めてなって、そういう感じで、まあなんとかね、あのワールドカップ突破したんですけど、予選をね。さすがに批判しないね、ほぼ提言。うん、今の状況で批判したら死人に鞭を打つようなもんだしな。うん、まあチェルジンもそれだけショックを受けているということか。ショックどころの話じゃないからね、今回は。本当に過去最悪ですからね。これほどセルジオ・エチゴさんのコメントが全て的確なことはない。うん、もうワールドカップ行けないんじゃないですかね。まあ一度くらいこうやってね、もう行けない時期もあってもいいと思いますよ。って。今日中は俺も諦めのような、こう感じの、あれですけどね。盛岡でいいんじゃないですかね、ボランチも。盛岡呼ぶしかねえわ。采配の差は明らか。まあね、名将ルナールですからね、サウジアラビア。あの、本当にあれだよね、エルベルナール監督は本当に、なんていうのかな、インディ・ジョーンズでね、出した方がいいんじゃねえかって思ったりするんですけど、どうでしょうかね。あの、白いシルクハットじゃないけど、なんか白いなんか帽子かぶって、単純になんかあれだよね、インディ・ジョーンズ、なんか古代の遺跡でも発掘してそうな感じですからね、ルナール監督。すべて負けてるからね。容姿とか、采配。うん、謎の広島枠。もう佐々木ですよ、佐々木ね。うん、謎の広島枠。まあ、浅野はね、こう、普通に足が速い。両足使えて強いシュートが放てるみたいな感じで、まあ、どの監督も選んだりする可能性は高いんですけどね。リーグ戦での清水の順位を見て不安になってから、権田のプレーには良い、いい意味で驚かされた。うん、サウジアラビア戦で不甲斐ないプレーをした海外組、元海外組より J リーグで今結果を残し調子のいい選手を選んだ方が良いと思った。まあね、海外組はどうしても移動距離の問題があるんでね、という気がします。うん、ということで、もうかなり喋ったんでおしまい。